こんばんは、平井博明です。逆球悩んでませんか？ドロー打とうとしたのにスライス出ちゃったり、フェード打とうとしたのにフック出ちゃったり、嫌ですよね。だってそういう球をいじりたかった時って狙い打ちしたい時じゃないですか。ってことは、例えばコースが狭かったり、ちょっとどっちかにハザードがあったりして、どうしてもその球を打ちたかったから、そういう球を打とうとして逆球が出ちゃったら怪我しちゃうじゃないですか。なんで逆球が出るのか、出る原因をですね、やっていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずじゃあフェードからいこうかな。フェードを打とうとして逆球打ちますよ。フェード出ちゃったね。まあいいや、いいんだ。いやそのさ、うん、たまにあるじゃんそういうやつ。これ打とうとしてこれ打つね。それどっち打ってんだって話なんで。あ、そっか。いやフェードの構えをして、そう、フェードの構え打つ満々で、はい、で先に答え言うね。クラブがフェード打とうとしてんのに寝たらドロー出んのよ。こうやってフェードの構えしてドローの軌道になっちゃう。そう、それは打つときにフェードってこっからこうやって打ちたいのだけど、こっからこうやって入るの。そう、もうこれフェード打てないから。そう、スライスかフックしか打てないから。そう、この時に、こうなっててほしいのよ。そう。で、こうやって回転するの。要は、クラブが立とうとしてなかったらフェード打てないの。例えば、ドローだったら、ちょっとこうやって寝ても、ドローは打てんの。こうやって。ただ、グリップエンドからドローを打とうとしたら、こうなるの。そう。そう。あれ出る。そう。だから、ドローを打つんだったら、こういう意識っていうのは、ほんのちょっとだけあった方がいい。フェースをこうスライドさせるイメージか、それか、何でもかんでもこうやって返す。ドライバーで返すとチーピン来るから、あんまり良くないんだけど、多少、こういうちょっとスライド、インサイドアウトに振るんじゃなくて、インサイドアウトにちょっとスライドさせる。ちょっとお行儀いいドロー打っていい。柄悪い。こういう感じ。うん。あれがこう、ちょっとこういうスライドが、ほんのちょっとだけ入んだよね。あれが逆球が絶対出ない。例えばあれで、ほんと今ので、こういうイメージで、ちょっとグリップエンド出していい？グッバイ。完璧でしょ？今の。やばいね、ドローン狙ってあれ出たらもう何にもできないでしょ。やばいよね、隣行っちゃうなる。そうで、あれは多分皆さん理解があると思うの。みんなドロー打ちたいから。ああ、そっか。問題はフェードの方よ。もう一回戻っていい？でもみんなドロー打ちたいじゃん、うん、けどフェード打ちたい時もある。いや、それあるんだろうけど、うん、そういう意味じゃなくて、うん、打とうとするのかね、ドロー打ちたい方々。それたまにはあると思うよ。最近流行ってるし。フォアフェード？そう。だって入りに敏感でしょ？敏感。うん。そう、だからフェードを打つときに左に引っ掛けたくないと思うんだよね。フェースを寝かさなければいいの。フェースを寝かすって、要はこういうことよね。要は開く。このまんまの状態で、こうやって立てて、もう何しようとしてもいいんだよね。寝かせなければ。こうやって。引っ張る。引っ張ってくるくる回転すればいい。これ完璧だな。そもそもその打ち方を知ってんのかな。なんか知ってて、それでもクラブがこう寝ちゃってドローになっちゃってるのか、もともとその打ち方が違うのか、どうなんだろうね。イメージの問題なんだけど、知らなくてスライスしてんじゃないかな。あ、というか左行ってんじゃないかな、打ち方を。要は、逃げ球というか、まあ置きに行くとか言うけど、それをこの間も動画で言ったけど、でもそれをちゃんと知らないと逆球出ちゃうよね。で、とにかくフェードに関して左行くのは、とにかく遅れてるから、クラブが。遅れてるっていうか、垂れてる。寝てんだよね。絶対寝ちゃいけないから、フェードは。そう。うん。スライス系はね。寝たらほんとグッバイスライスになるから。グッバイ！うん。いいフェード、スライスにはなんないんだよね。で、あのね、スライスとかフェードって右に曲げるでしょ。右に行くっていう印象があるじゃん。だから左に行かせることが怖いの、出球を。引っ張れないのよ。だから右に行かないんだけど。いいよ、左に引っ張ろうと思って左取るでしょ。左取って、
左引っ張るの怖いっつって右打ったらただのスライスだから。そうだね。そうだからちゃんと引っ張りたい方向に振らなきゃいけない。これ逆球ね、こうなってるから。ちゃんと引っ張りたい方向に引っ張んなきゃダメ。こうやってちょい寝してるけどね、ちょっと球高いけど、あれをだからこういう状態を作ってあげたよ。右サイドを低くしないでこういう状態、こうでね、こう、これはダメ、もうこれ絶対ダメだから、こう。そう。チャンネル登録してね。絶対ダメだね。ドローンのね逆球はね、俺多分打たない自信はある。フェードの逆球はもういくらでも打っちゃう。プロでも打っちゃう。打っちゃう。極端にやれば打たないけど、綺麗なのをイメージしてたら、だからもう絶対決めなきゃいけないって言ったら、もうこれぐらい固くいく。まあ結果完璧だけど、そうあれぐらいこうしっかりいく。なんかこうその球筋には絶対やっちゃいけない動きを知ってれば逆球は減るの。そう。でも球は知ってるよ、だけど動き方を知らないってやると平気で逆球出ちゃう。そうだからやりたい球筋があるんだったらその球を出す理論をちゃんと勉強した方がいい。あとはちゃんと練習する。勉強しなくてもいいから体で覚えちゃうと逆球っていうのが出づらいから、これやったら絶対出るっていうのとこの動きは絶対ダメっていうのを1個ずつぐらい分かってれば大丈夫。それは自分で見つけられるもんなの？見つけられるだろうね、球数打てばね。あ、そうなの。まあ変な話、アドバイスになればと思って言うけど、ドローで逆球出したくなかったらグリップを出さないこと。グリップ出したら逆球出るから。フェードはクラブを寝かさないこと。この二つが、一つずつが分かってれば逆球は減る。それどうやって見てたの？そうなってるからね、打った時に。だから俺ここ感じれるの素敵じゃない？そう、それ。感じてるから、そう、あ、寝てるっつって。だってこっちの向きに重力が感じてるんだから、カメラより正確だから。そうだね。そう。分かんないからカメラで見たって。そうだよね。ちょっと違い。ここでね、こっちの向きにね、こうやってこの向きに感じるの、重力を。ちょっと違うですね。ちょっと。ほんのちょっと。だけど、あ、やっぱりなっていう球出るから。グリップ出ちゃうの。グリップ出ちゃうのも一緒。こうやってなってると左手に張りを感じるから。出ちゃった。そう。こうなってたら左手張り感じないでしょ。右に張りを感じるじゃん。そう。だから、右手って言っときながら、頑張ってねえじゃん、みたいな、なっちゃう。そう。頑張りきれてない。だから、こう、バチーンっていけた時は、絶対スライス、フェードなんか出ないから、フック狙いに行って。アイアンなんかだから気持ちよくこっちがバーンって行くんだけど、ドライバーってやっぱちょっとでいいことにしたくなるのよ。だからそこで躊躇し、ちょっとでもしたら、もうダメ。だからちゃんとやりきることでね、やろうとしてることがあるんだったら、それはしっかりやってあげた方がいいですね。プロでもあれってことね、ちょっとしたら、今言った、少しでも怒ってしまったら逆球も出ちゃうわけ、そう、怒る、全然怒っちゃう。もちろんプロでも逆球出るし、試合ってなるとやっぱりしっかり感、やるしっかり感が違うから少ないけど、プライベートラウンドとか、まあ、ちょっと楽しいおふざけラウンドなんかは結構あるからね。やるからにはしっかりやってあげようっていう意識っていうのはあった方がいいね。で今回逆球について動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただけたらと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。